ロベルト・ペレスは、プエルトリコのマヤグエス出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のクリーブランド・インディアンス所属。2006年の MLB ドラフトで、ロサンゼルス・ドジャースから29巡目指名されたが、フロリダ・ゲートウェイ・コミュニティ・カレッジへ進学した。2008年の MLB ドラフトで、クリーブランド・インディアンスから33巡目指名され、契約を結び、 プロ入りを果たした。二千九年、A-9、マホニングバレースクラッパーズで、プロデビュー。四試合に出場した。六月から、ルーキー級アリゾナリーグインディアンスでプレー。三十四試合に出場し、三本塁打三十一打点に4盗塁、打率。三百五十一だった。八月に、A 級、レイクカウンティキャプテンズへ昇格。十七試合に出場し、打率。 214だった。2010年は A 級レイクカウンティで118試合に出場し、6本類三38打点1盗塁、打率217だった。2011年は A 級キンストン・インディアンスで94試合に出場し、2本類打30打点1盗塁、打率225だった。2012年は A 級 アクロン・エアロズで95試合に出場し、1本塁打31打点、打率21、212だった。2013年は、A 級、アクロンとトリプル A 級、コロンバス・クリッパーズでプレートリプル A 級では67試合に出場し、24打点、打率、176だった。この年は、ベルマヒを患らっていた。2014年は、 トリプル A 級コロンバスで開幕を迎え、53試合に出場。8本塁打43打点1盗塁打率。305と結果を残し、7月8日にインディアンスとメジャー契約を結んだ。背番号はロベルト・ヘルナンデスが長くつけていた55に決まった。7月10日のニューヨーク・ヤンキース戦でメジャーデビュー。9番、星として先発起用され、 7回裏の第3打席にデビッド・フェルプスからメジャー初安打となるサゼンダを記録。4打席目にはジム・ミラーから初打点となる2点本塁打を放った。この日は3打数に安打2打点1支球だった。メジャー1年目のシーズンは控え保守として29試合に出場し、打率271、1本塁打、4打点を記録した。2015年は ヤン・ゴームズが離脱していた時期もあったため、70試合に出場して打率、228.7本塁が21打点、オプス0.751を記録した。2016年、前年と同じくゴームズの長期離脱があり、61試合に出場。打撃面では打率、183.3本塁が17打点、オプス0.579に止まった。 ポストシーズンでは、自身初出場ながら、ゴームズの故障もあって全試合で、先発出場し、ワールドシリーズ進出に貢献した。2017年開幕前の2月8日に第4回、ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に、ヤディアー・モリーナの控えとして選出された。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に、敗戦し、2大会連続で準優勝となった。 開幕直前の4月1日、2020年までの4年、総額900万ドルで契約延長。このシーズンは73試合の出場で打率、207.8本塁打、37打点などを記録。2018年は62試合の出場で、自身最低の打率、168に本塁打、19打点だった。2019年は前年のオフに、 正保守のヤン・ゴームズがトレード移籍したことにより初めて正保守となった。119試合の出場で規定打席には届かなかったものの打率239.24本塁が63打点オプス774などの自己最高の打撃成績を残した。守備では守備率997、投類阻止率 41%0 ホイツ24、 冒頭の高成績でゴールドグラブ賞とフィールディングバイブルアワードを初受賞した。シーズンホイツ例としては歴代で4番目に多い試合数であった。2020年は60試合制で32試合に出場し打撃では打率165.1本塁打5打点オプス480などと自身最低の水準まで成績が低下した。守備では無失策。 盗塁素止率 71%0 保一、7冒頭の高成績で2年連続でゴールドグラブ賞とフィールディングバイブルアワードを受賞した。オフには球団が550万ドルの契約オプションを行使した。ありがとうございます。